コシャリンは、ポーランド共和国北西部の西ポモージュ県の都市。1998年までは県都であった。市街から約 10km 北にバルト海に面する海岸線がある。経済が発達しており、現在では軍から独立している軍独立都市となっている。北ドイツ平原に位置し、市街の周りには農地が広がっている。 宗教改革の間の1534年、ヨハネス・ブーゲンハーゲンの影響により、都市はルター派に属した。1701年のプロイセン王国の成立後、町はその支配下となった。1718年の火災により大きな損害を受けたが、翌年再建された。第四次大仏大同盟の後、1807年、フランス軍に占領された。ナポレオン戦争後、 町はフィルステントム軍とケスリーン県の首都となった。フィルステントム軍は1872年9月1日に解体され、同年12月13日にケスリーン軍と置き換わった。プロイセン王国による1871年のドイツ統一に際し、町はドイツ帝国の一部となった。1858年から1878年までの間、 シュテッティンから町を通って団地ヒまで鉄道が敷設された。1890年には軍用年学校がクルムからこの町に移ってきた。これは1776年にフリードリヒに世によって設立されたものである。1920年代のバイマル共和制の間、町の表記がクスランからコスリンに変更になった。1945年のドイツ敗戦後、町は ポーランド領となった。ありがとうございます。